どうも、イズログです。で、今日は、税務署行ってきました。で、個人事業の開業、廃業など届け出書。まあ、一応開業してきました。まあ、開業の、内訳と言いますと、インターネット広告業、鹿島業、FX トレード、小売業、出品代行、まあ書きたい放題書きましたね。まあ、まああれよね。50万いったら儲けもんみたいな感じなんで、まあそれでいいかなって感じです。結構、まあこれから、本当にやるんですけど、まあ、あれだよね。冷やかし半分で、冷やかしと本気が、本音と本気が入り混じった感じですね。はい。で、あともう一個。開業申請とね、開業申請と合わせて、所得税の青色申告承認申請書。これも書いてきました。まあ、これもインターネット広告業、鹿島業ですね。なわけで、まあ、あと、これでまあ、本格的に準備というか自分のやらざるを得ないよっていう、ちょっとした儀式というか、あれっすよね。とりあえず、これやらなかったら死ぬよ、みたいな。まあ死ぬわけじゃないけど、まあ、さすがにここじゃ生きてらんないよっていう、まあ僕なりの踏ん切りというかスタートですね。それを、やっていきます。まあ自分のケツを自分で叩いた感じですよね。で、あとはですね、確定申告をして、ちょっとね、今までの、確定申告の履歴見てみたいなっていう感じだったんですよ。まあ、どんだけ、障害年収を稼いでないのかっていうのを見たかったんで、まあ、そういう旨を税務署に言ったら、なんかね、税務署、納税地の変更依頼書だっけ？変更申請書みたいなのも書けって言われて、それも書いてきました。で、まあ、遡っても7年なんで、まあ、そんなに履歴は見れないと思います。はい。多分2013とかまでしか見れないんで、新卒一発目の確定申告とかの記録は見れないのがちょっと残念ですね。で、まあ、何はともあれ、これから、チェーンソーオイル買って、燃料も買ったので、まあ、家のリフォーム、木の伐採からやっていきます。ではでは。